島津茂秀は、江戸時代後期の大名。島津市二十五代当主。十一代将軍、徳川家成の正室、広大院の父。将軍家の学府として、高輪下馬将軍と称されるほど牽制を振るう。一方で、学問、ヨーロッパ文化に強い関心を寄せ、乱壁大名、学者大名としても名を馳せた。延長2年11月。 文家の梶木島津家当主島津久門の長男として生まれた。幼名は禅次郎。母の飛びは禅次郎を出産したその日のうちに19歳で死去する。父が本家に服して薩摩藩主になると梶木島津家を継ぎ、法暦3年12月、意味直お久方とする。父の病弱に加え、翌年2月2日に、父の慶視を村が死去し総家で、 獅死誕生が望めなくなったため、同8月に10年の獅死として本家に迎えられ、ただし広氏に改名。法暦5年6月、父、10年が死去したため、11歳で家督を継いだ。加じ木島津家は、この後、知覧島津家当主、島津久志法の長男で重秀の重邸にあたる久志、自主が、病跡継承するまでの19年間、当主不在となる。 法暦8年6月、玄服七地と同じく将軍、徳川家重の返旗を賜って、重秀に改名、十四位した、左小野江県昭昭県薩摩上に除任される。年少のために、祖父の次豊が反省を担った。法暦10年に、次豊が死去すると、次豊の弟で重秀の外祖父にあたる、木共に3年間運勢の実権が委ねられた後、 重秀が申請を開始し反省改革に取り組んだ。重秀は乱学に大変な興味を示し、自ら長崎のオランダ商館に出向いたり、オランダ戦に登場したりしている。明和元年11月14日以上、左この絵研中将に除任される。安永元年には、反抗、増子館を設立し、受学者の山本正義を教授とした。また、武芸芸姓場として、 演武館を設立し、教育の普及に努めた。安永2年には民事館を設立し、歴学や天文学の研究を行っている。医療技術の養成にも尽力し、安永3年に医学院を設立する。そして、これらの設立した学問所に通えるのは、武士階級だけにとどめず、百姓、町人などにも教育の機会を与えている。安永9年。 外情集中を合詞に改め、より近世的な支配秩序の形成を図った。天明7年1月、家徳を長男の再選に譲って隠居し、和佐助に選任されたが、なおも実権は握り続けた。文化6年、再選が、かばや町から、秩父太郎ら禁止録派を登用して、近縮財政政策を行おうとしたが、過敏な生活を好む重はその政策に反対して、 再選を隠居させ、カバヤマらには死を命じた。そして、茂秀は、孫の成りを擁立し、自らは、その後見人となってなおも、政権を握った。しかし晩年に、下級武士出身の図書広里を徴用し、薩摩藩の天保改革に取り組んだ。調べ書の財政再建は、成りの新政治に成果を見ている。さらに、新田開発も行っている。おいて、 ますます盛んな重秀では、創尊の成りの利発さを愛し、幼少からしばらくの間一緒に暮らし、入浴も一緒にしたほど、可愛がった。成りの才能を高く評価した重秀では、成りと共に、ランカンイシーボルトと会見し、当時の西洋の状況を聞いたりしている。ローマ字を書き、オランダ語を話すこともできたと言われている重秀と会見したシーボルトは、 重秀公は84歳と聞いていたが、どう見ても60歳前後にしか見えない、解明的で聡明な君主だと述べている。天保3連夏から病に倒れ、天保4年に1月、江戸高縄邸大奥新所にて89歳という、長寿をもって大往生を遂げた。日付は旧暦上記についてはを参考としたが、重秀の家族関係は資料によって大同生意が多く、 書書によって記述もまちまちで確定していない関係も多い。茂木では学問に深く興味を示し、犯行、増資館など学術施設の開設を進めた。また、学者のそぐらない、春ら明治で中国語学書、南武山族語校、南西諸島の植物について、琉球人が中国人にした質問をまとめた本草書、質問本草、百科辞典的な農書、 成形図説、取り替え趣味に基づく、長明辞典、長明貧乱、島津国史などの書物を編纂させた。晩年には、それらの学問的業績をまとめた、電気、行房節録を、総占い春に書かせた。そのような茂秀の高学心は、ひ孫の成明らに受け継がれた。それまで、島津氏は、将軍家や有力大名との婚姻を避ける傾向があった。しかし、 重秀では、積極的に政略結婚を進める政略に転じ、将軍、家なりに娘を、主和瀬、中津藩や福岡藩などの有力譜代、大名や戸様の大藩に、息子たちを養子しとして送り込んだ。これによって、江戸時代後期の政界に、絶大な影響力を持ち、高縄氏も馬将軍と称された。一方で、これらの政策実行による莫大な出費は、 最後には、大名菓子から資金調達を拒絶され、ついに市政の氷菓子からも借金する羽目となり、後世の資料では、薩摩藩が天文学的な借金を抱える原因を作った殿様として家臣に求断されている。10代で死去した母や20代で死去した父とは、対照的に茂秀は非常に眼見な人物であった。八十歳を超えても、鹿児島から江戸、 長崎と各地を東本清掃し、当時の寺院は80歳だが、なおも創建。書を書くとき、読むときもメガネを必要とせずとまで記している。また大変という表現すら不足なほどの恐るべき、主語であり、酒の相手をするのも、一苦労であるため、初夏では茂秀がやってくるのを嫌ったとされる。この茂秀を、唯一のみ任すことができたのが、牧野千助であり、 彼女は後に茂秀の側室となって十三男の黒田長広を生んでいる。茂秀69歳の時の話である。戦国時代の毛利元成とも並ぶ絶輪ぶりと言えよう。島津家文言町には、島津兵庫家跡19593国と、ある。ちなみに、島津家文言町とは、法暦5年の茂秀宗法の後、茂秀が、幼少のため幕府が、 国目付に任命した京国高修らが翌年10月に薩摩入りした際に薩摩藩に提出させた松平又三郎や中文元長を後年日後藩士が写したもの。文元長の内容は法暦6年10月のものであり、当時の薩摩藩の役職者を伺い知ることができる。これは前代未聞の戸様遊藩大名の将軍学府が誕生することに、 懸念を示した、一橋春さら徳川家の親族の思惑や、異例の工遇を受ける茂秀に対して、伊達重村ら他の戸様大名が反感を強めたため、しぶしぶ隠居したためである。金日や草では一時期、毛利治親の養子で毛利勢であったとする。この当時、お坊のある女性も、島津式部将有も実在せず、架空の側室をでっち上げたとされる。藩内の反対意見を、 おとせの方の弟、市が森常が抑え込んだが、なぜこのようなことが必要だったかという理由は、解明されていない。関西十州系図第五州では、佐渡原島津家分流で、島津久都氏を家祖とする、幕府旗本の島の内島津家が、四季武将優を称しており、これと関係ある人物か。金日屋草では、母、石井新六正住亀,亀井野と守るのりで家臣女。 小豊か方また海いおぼう方また改めおとみあなたとある五家府による鹿児島県資料収録書集では母を豊か方とある五家府金比矢草では実は島津兵庫久し印ことあるさらに金比矢草では亀五郎官之助の義兄で三男とする一方小子修正官の島津氏政党系図では 幕府旗元の島の内島付五大当主、島津久し初の三つ子である娘とのことしている。金日や草では国世愛女とする。ABC 金日や草には記載なし。ありがとうございます。